日本神奈川県川崎市、麻生区五力田五力田は、神奈川県川崎市麻生区の地名。1982年7月1日に住居表示が、施行された町長としての五力田1丁目から3丁目と、2012年4月9日現在で、住居表示が施行されていない、大技としての五力連が並存している。郵便番号は215-0025。 面積は45.3ヘクタール。多摩丘陵の北部、麻生区の中央部に位置する。南部を小田急多摩線が通過し、五力田一丁目から三丁目は、同線の五月台駅を中心とした住宅地となっている。一方、北部の五力田は市街化調整区域に指定されていることもあり、雑木林や農地などが景観を占めている。五力田は北端で、 古沢や東京都稲城市の平尾と南端で片平と西端で白鳥と接する。住宅地の地価は二千十四年一月一日に公表された工事地価によれば五力大地の十八の六の地点で十九万四千円平方メートルとなっている。当地からは縄文時代の遺跡が発掘されているが当地について文書に残るのは時代が下った千五百五十九年の 小田原州所領役長となる。ただし、同時点での統治は、片平里の一部となっていた。そして、片平里の1594年と、片平村の1599年の県地長が残っているが、五力田の土地については前者にしか記録がないことから、この5年の間に五力田が一村として分立したものと考えられている。江戸時代の統治は初期には天領であったが、 1624年には、旗本の朝倉資料となり、幕末に至った。農地としてはた、畑が半々であり、村高は、昇法年間の武蔵田園墓、そして、元禄豪町では39国8都余り、天保豪町で71国7都余り、幕末の休校給料取調べ町では79国2都余りというように推移しており、現在の川崎市内にあった村では、 最小の国高であった。不役として、広州街道上にある、布田タ五宿の助子を務めていた。また、常述のように、片平村から分立したこともあり、明暦期にも、道村との入会地が残るなど、関係は深かったとみられる。明治以降も当地は、農村として推移していたが、大正時代には、養蚕が、戦後には、野菜栽培が盛んとなるなど生産されるものは、 変化していった。都市計画法に基づいて1970年に行われた線引きでは、当地は市街化調整区域となったが、その後の土地区画整理事業に合わせて、一部が市街化区域へと編入されていった。すなわち、小田急多摩線の建設に合わせて、下記を第1、第2の各土地区画整理事業が行われ、それぞれ五力大丁目から三丁目。 白鳥一丁目から三丁目の各一部となっている。開発と駅の解説にあたり、五力田は、語呂が悪いとして、地面の似た五月台と命名されたが、正式町名にはならず、駅だけが五月台駅を称している。由来は不明であるが、地元には二節が伝わっている。なお、江戸時代には、五緑田とも表記された。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小田急多摩線が通り、五月台駅が所在する。ありがとうございます。